建設的なご質問ありがとうございます、まあ、私は、えー、この野党筆頭とご相談をしながら、また幹事コンメンバーと、ぜひ協議をして進めたいと思いますが、基本的にあのこの憲法審査会はです、ねあの、一般の他の委員会と違いまして、自由討議というと、何でもありのように聞こえますが、あの自由討議というのは憲法論議の場なんですよね。 憲法改正に関わること、および国民投票に関わることをこの審議する場ですから、ですから法案審議がかかってない限りは自由討議という設定になりますけれども、その内容は憲法に関わる、国民投票に関わることをやるんだと、ですから、ぜひですね、この問題はご関心が高く皆さんが共有できるならば、のこの緊急事態下における国会機能の維持、 こういう観点から集中的な討議はできるんではないかなというふうに思います、ただ、やっぱりとあのテーマを設定すると、ですねその設定に対して、なかなかあの、まあ、全員の合意が図られない場合もございます、ですからそこの余地はある程度残しつつ、あの皆さんの意見が集約されれば、結果、あこのテーマ的な討議になっていくと。 いいうことだとだ思いますそれから参考人の,あのお呼びすることは極めて重要だと思います、これは憲法の解釈、改憲が必要なのか、それとも解釈でいけるのか、そこはです、ね、きちんとした議論をしなければなりません、ですから、あのまあ、議員自立がありますから、私たちで決めると言っても、きちんとした専門家のです、ね、ご意見も聴取する必要があるだろうと、ですから、それぞれのお立場の専門家の学識の方には、ぜひ意見を聞いて 見る必要があるんではないかということを、あのこれまた野党筆頭にはご相談したいと思います、そしてそうしたこの憲法審の運営のすです、ね、進め方について議論する場がまさに漢字懇段階です、ですから漢字懇の機能をあのフルに生かして、そうした論点整理や運営の仕方をあを工夫をして、そして安定的な開催ができるように努力していきたい、次に奥野君、奥野筆頭。